こんにちは。世界を楽園にする映画監督アーティスト増山玲奈です。増山玲奈のドラゴンジャーナル、毎週さまざまなゲストをお迎えして、文化なこと、アートなこと、社会のいろんなテーマをお話ししています。本日は先週に引き続きゲストに、天才少女写真家の愛車さんにお越しいただいております。はい、先ほどご紹介させていただいた愛車と言います。私は今中学3年生なんですけど、ずっと写真を撮り続けて、こうやって、ゲストとして登場しています。はい、実は愛車さんの活躍がいろいろ多摩地域に広まってまして、ラジオ局の社長様直々から愛車さんゲストに出してよということでお話をいただきまして2週連続登場していただいております。はい、2週連続なんですけど、その話ちょっと初めて聞きましたね。びっくりです。言ってなかったかな。言ってなかったですね。そうでしたか。はい、朝木社長様より直々に愛車さんぜひゲストということでお願いしております。先週は愛車さんの、この夏行われた富士フィルムでのギャラリーの個展のお話をお伺いしたりしました。また先週まで行われていました、銀座で展覧会をされていました朝日新聞社長になったシマエナガちゃん のつららを舐めてるこの写真のことをお伺いしたわけですけれども、はい、この朝日新聞社長についてもう少しお話をじっくりお伺いしたいと思います。はい、今回朝日新聞社長で賞を取った写真の題名っていうのがつららキャンディーってやつなんですけど、木から出ている樹液がだんだんと凍ってつららになるんですよ。ちょうどそれをキャンディーのようにシマエナガちゃんがペロペロ舐めている写真なんですけど、その写真実は裏話がありまして、実はその写真は今年の1月撮ったものなんですけど、2月撮った2月の2月の2日に撮った写真なんですけど、もう実は去年もそれはチャレンジをしたんですけど、あまり振るわなかったと言いますか、結局つらーっとシマエナガちゃんのショットは撮れなかったんですよね。あ、そうなんですか。じゃあ、はい、この写真は、去年から撮影しようと思いながら、なかなかできなくて今年やっと撮影できたという作品なんですか。はい、もうちょっと念を挟んでやっと撮れた一枚なんですけども、はい、さらにまだ次に問題がありまして、はい、つららって光が反射してキラキラと光って綺麗なんですけども、途中から曇りになってしまったりとか、うん、であとちょうどつららがキラキラと輝いてる瞬間にシマエナガちゃんが来なかったりとか、うん、そういう小さなトラブルがたくさんありまして、はい、でその中でもやっと撮れたんですよね。念願の写真だったんですね。はい、このつららキャンディーというタイトルなんですけれども、このキャンディーっていうとこの何か甘かったりするんですか。はい、実は私実食をさせていただきました。この写真のです。写真のつららの、味を実際にということです。はい、こちらですね。はい、こちらがその写真なんですけれども、はい、そのつらら途中で、温度によって折れてしまいまして、でその折れたところを少しペロッと食べたんですけど、すっごい薄いメープルシロップの味がしました。これはただのつららではなく樹液が固まったものなんですか。はい、多分もうあれもメープルシロップに近いもんじゃないかなと思いました。こう作る過程といいますか、そういうのが。じゃあ鳥たちにとっては寒い、冬の中で非常な栄養を、こう摂取できる大切なキャンディーなんですね。はい、
特にあのシマエナガちゃんは体も小さく食べる量も少ないので、できるだけ栄養のあるものを食べないといけないので、こうやって頑張ってあのホバリングって言って、その場にとどまって飛ぶことなんですけど。あー、なるほど、ね、これ枝に止まって食べたりするんじゃなくて、空中で一生懸命止まらないと舐めれない、はいね、あの蜂とか蜂鳥とかがよくやるんですけど、はい、それもシマエナガちゃんができまして、はい、だって一生懸命羽をバタ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 と動かして、あの頑張って舐めてるんですよね。なるほど、それはすごく、あの改めてホバリングをしてるっていう意識がなくこの写真を見てたので、はい、なるほど、それは改めて決定的な瞬間ですね。はい、あの短い時だと1秒も経たずにホバリングやめてしまうので。そうなんだ。はい、もう長くホバリングをして待つしかないのと、ホバリングって別にどんな位置からでもできるじゃないですか。取れたと思ったらお尻向けたり、取れたと思ったら羽で顔が隠れてたり、取れたと思ったらもう向こうを思い切り向いてて、ちょうど目のところにつららの先端がかかっていて目のところだけ見えないっていう。ああ、本当だ。じゃあ改めてこれって決定的な瞬間で、お顔が目、2つの目がしっかり見れて、で翼がこう広がっててという、まさにバッチリな写真なんですね。はい、あのこれは実は目かと思いきや一方はくちばしなんですけどね。そうか、これくちばしなんだ。あ、なるほど、これで目と上の方がくちばしで下が目ですね。なるほど、そういった写真だったんですね。勉強になります、ね、今回その展覧会を実際に会場に行かれていかがでしたか？はい、今回展覧会実際行ってみたんですけど、自分の下に書いてあるんですけど、朝日新聞社長つらキャンディ、愛車括弧東京都ということで、そのプロフィール的なこの写真はどんな写真だよっていうのがありまして、でそれで改めて私新聞社長を撮ったんだって思いましたね。本当にそうそうたる写真家の方々が応募されて、これ、はい、一体どのぐらいの人数の方が応募されていたものなんでしょうか？少なくとも3000人以上の方が応募されたそのベスト8っていうことで。はい、いやもう全国から集まっているので、全国の猛者たちになんとか勝って朝日新聞社賞を手に入れましたね。なるほど。愛社さんは今後はどんな写真を撮っていきたいと考えていますか？はい、今後は動物たちの可愛らしく美しい姿を一番いい状態で撮ることを心がけていますね。例えば人間の女性で表すんですけど、やはり一番自分のいい状態を撮ってもらいたいじゃないですか。例えば下から撮ったりとか、顔が陰ってたりとか嫌じゃないですか。そうやって人間と同じく一番美しい状態、可愛い状態を撮りたいですね。で、あと私はすごい重度の動物好きなんですけど、それを皆さんに伝染したいというか、もう私がちょっとインフルエンサーとして動物たちの素晴らしさを伝えていたいですね。なるほど。愛車さんはこの富士フィルムギャラリーの時のインタビューでおっしゃってたんですけど、同世代の動物好きで写真好きのお友達とか、あれからできたんですか？残念ながらいないんですよね。いや、少なくとも私の学校では写真部がないので、カメラを持つカメラ自身は現れなかったです。そうなんですか。ぜひこの放送をご覧いただいている皆様、ラジオをご視聴いただいている皆様で、愛車さんと動物写真友達になりたいという方がいましたら、ぜひ多摩レイクサイド FM の方にお手紙とか送っていただいたり、増山玲奈アカウント、もしくは愛車さんも Facebook 公式ページがありますので、はい、そういった場所にご連絡いただけたらと思います。
なかなかその同世代のお友達がなかなか動物好きで作りにくいということがあるんですが、アイシャさんはこの動物の撮影についていろいろ今までいろんな先生方と撮ってこられたと思うんですが、その中で地元の自然を守る会の方とも交流がありますが、どんな方々なんですか？まずは私も最近は鳥をうまく見つけられるようになったんですけど、あの方たちは本当すごくて、私は敬意を込めて鳥の人超人と呼んでるんですけど、もう見つけるスピードがもはや人間ではないというか、さすがもう何十年も鳥だけを見つけて、もうその視力と言いますか、もう観察眼と言いますか、それがもう素晴らしく高くて、もう私も最初全然見つけられなかったんですよ。どこに鳥がいるのみたいな。今ではなんとか見つけられるようになったんですけども、やはりまだ叶いませんね。もう鳥の詳しさもそうですし、もう声を聞いただけで、あれは何々だなってすぐにわかるんですよ。いやもうそれが鳥への愛をとても感じるなと思っています。なるほど。私も一度一緒に撮影に行ったことがあったんですけど、あの時は多摩川だったかな、浅川だったかな、川のほとりで撮影をされてたんですけど、何百メートルも先のこの木の枝のここに何とかという鳥がいるみたいなの声で聞き分けて、はい、サッとしていたりとか。多分ここら辺に巣があるなとかも平気で言いますもんね。はい、ちょっとその通常の視力とか現代人の感覚ではありえないなと思ったんですが、第六感でも働いているんでしょうかね。そうなんですかね。この、日野の自然を守る会の皆さんとも、アイシャさんはよく撮影に行かれてるんですけれども、面白エピソードみたいなありますか？面白エピソードは前参加した時のことなんですけど、メジロという鳥とシジュウカラという鳥がいまして、アブラムシっていう虫の大量発生地みたいなところがあったんですよ。で、その時にメジロとシジュウカラが喧嘩していて、で、結局メジロが勝ったんですよ。メジロの方が少し大きいので。そしたらシジュウカラグヌヌヌっていう顔をしていて、その時面白かったですね。で、あと一緒に撮影していた方々というか、一緒に観察していた人も、メジロが足をピーンと伸ばしていて、葉っぱの裏にアブラムシがくっついているので、その様子を初めて写真で見たと言っていただけたので、そういう身近な発見といいますか、それが面白いなと思いました。あの写真も考えてみると、つららキャンディーも一生懸命何か食べようとしてるちっちゃな鳥の一生懸命な姿っていう感じしますね。はい。やはりなんか一生懸命ななんかちっちゃい子がいると、なんかとてもほっこりしますよね。でも本人は至って真剣に足をピーンって伸ばしてるんですけど、なんか、笹が竹の仲間だと思うんですけど、その細い枝に足を絡ませて思いっきり捕まっているんですけど、ちょうどここら辺に枝があって、ここら辺に鳥がいるので、重力を無視しているかのような動きで結構面白かったですね。普通、人間がこっち側の体勢で木に登ったら絶対落ちるじゃないですか。でも鳥はそこのバランスを考えてちゃんと止まっているので、いや鳥ってすごいなーって改めて思いましたね。ちっちゃいけど身体感覚とかバランス感覚とか筋力とかすごいものがありますね。はい、よく見たら足が結構思ったよりもがっしりしてるんです。あ、そうなんですか。鳥って言うと足はすごい細いイメージがあるんですけど、よく見たら陸上選手みたいな足をしてる子もいるんですよね。なるほど、よく観察されてますね。この自然を守る会っていうのは、アイシャさんはこの日野の自然を守る会に、参加されてるんですけれども、こういった身近な自然っていうのは日本各地にありますよね。はい、私の近くで活動しているのは日野自然を守る会という人たちなんですけど、
日本各地に多分そういう似たような団体はありますので、ぜひ皆様にも気軽に鳥と戯れてほしいというか、身近な自然を見つけ出してほしいですね。そうですね。なかなかその子供が遊ぶ場所っていうと遊園地だとかどこかに出かけて何かを買うとかそういったことがイメージされるんですけど、こういった身近な自然を観察するっていうのも、もう休みの日の使い方としておすすめですか？はい、私が特に動物好きというのもあるんですけど、やはり自然の中にいると心が落ち着くといいますか、例えば遠出するのはなかなか大変じゃないですか。その時にも身近な自然をゆっくり楽しみながら、鳥の声を聞きながら、鳥の姿を見ながら、他の参加者と一緒に喋りながらゆっくり道を歩いて、で、あ、鳥だって発見するのも楽しいですし、で、あとは、まあ結構現代人とかはもう外に出ないという人も多いじゃないですか。めんどくさいなとかもあるので、でも、鳥と一緒に頑張ってやろうってなったら、私も普段はどちらかというとインドア派なんですけど、そんな私も喜んで外に出てしまうほど楽しいので、ぜひおすすめです。そうですね。私もアイシャさんと一緒にこれから自然を守る会にも時々参加してみようかなと。はい、運動になりますよ。そうですね。家で PC 見ながらなんかあーだあーだって言ってるよりはそんな時間をお母さんたちにも、過ごしていただくのはおすすめではないでしょうか。ラジオは東村山という多摩地域でね、流れるラジオなんですけど、多摩地域には豊かな自然もたくさん残っていますので、あとコロナでね、こう密を避けるみたいな。はい、はい、今、すごい、なぜか川遊びとかキャンプとかっても大人気ですもんね。そうですよね。街よりも人がいない自然のところに行こうみたいな、はい、そういった、ムードというか風潮もあると思いますので、ぜひ皆様も、アイシャさんと一緒に、見習いながらですね、自然を、探索したり、写真を撮ったりしてみてください。はい。ぜひ皆様お願いいたします、はい。ではですね、最後あと10分ぐらいなんですけれども、アイシャさんの今後っていうことをちょっとお話しいただきたいと思うんですが、今後アイシャさんはどんな撮影をしてみたいとか、将来どんな風になりたいとか、なんかイメージありますか？私が、自分の撮りたい写真っていうのは、技術とかも褒め合うのはとても嬉しいんですけども、それも動物はただ可愛いなとか綺麗だなと思って皆さんに好きになっていただきたいっていうのもありますし、日本各地にまだまだ私の撮ったことない写真というか撮ったことない鳥がたくさんいるので、まずはそれをコンプリートしてみたいなって思います。まあ、大変ですけどね、いろんな交通費とかも、でも、例えば北海道とかもあるんですけど、例えば沖縄とか行ってヤンバルクイナを撮ったりとか、珍しい鳥とか撮ってみたいなっていう気持ちも強くありますね。なるほど。今、アイシャさんに、こう、会津に来てくださいとか、いろんなコメントをいただいてたんですけれども、ぜひ皆さんも今後アイシャさんの写真展を全国各地で開催しながら、いろんな地元の自然を撮らせていただいたら素敵なんじゃないでしょうか。はい、そうですね。いろんなところの身近な自然を撮って、多分私も知らなかったこととか、あと現地の人だから分かることとかもたくさんあると思うので、それをぜひ教えていただければなと思っています。ありがとうございます。日野の、広報日野という雑誌がありまして、その表紙が今、アイシャさんなんですけれども、その、広報日野のインタビューに、身近な自然というのは実は壊れやすいということが書かれてましたね。はい、撮影者だから、すごい一番近くで見てると思うんですよ、自然を。その時に思うのが、例えば紅葉の写真ですね。紅葉は年によって色が変わるんですよ。それは塩分を、どれくらい木が吸収しまったかっていうのもあるんですけど、私の住んでる日野市には周りに海がないんですよ。それなのに台風で、海水が運ばれてしまって、そこの中に含まれてる塩分が木を吸い取ってしまってるんですよね。で、おととしはとても
綺麗な紅葉だったのに、去年の紅葉はすごい渋い色と言いますか、とてもなんか痛々しいような色だったんですよね。まだ、派手になりきれていないというか、もうそういうのを見て、一年でこんなに変わってしまうんだなと思って、今ある自然も、また一年後にはないかもしれない。二年後には、もう周りだけじゃなくて、全体にないかもしれないっていうのも、とても重要なところで、私は写真撮ってるからこそわかるんですけど、普段写真撮らない人にも、そういう身近な自然の危うさというか、本当に消えてしまいそうなぐらいに、とても儚い存在なので、その大切さといいますか、その守る気持ちを持っていただきたいなと思っています。そうですね。私、そのように、アイシャさんの記事を見て初めて、去年って紅葉がそんな綺麗じゃなかったっけって、初めて気がついたんですよね。で、同じ家で暮らしながらも、私はいつもなんか忙しい忙しいみたいな感じで、こう、日々の自然の細かい変化をちゃんと見てないんだなぁと思って。はい、例えば、人は大きな変化だと気づくんですけど、例えば、この前、アメリカであった大火事ですとか、でもその前に、身近な自然には、危険信号というのが含まれているので、それを読み取って、自然が、もうすぐに壊れてしまうので、その危険性を分かっていただきたいですね。なるほど。今年ももうすぐ紅葉の季節になりますね。はい。今年の紅葉はどんな感じでしょう？今年の夏とか春とか自然の中でなんだかおかしいなとか、ここが変化があるなとか、この鳥が少なくなったなとか、なんか変化感じますか？まず、春。大雪が降ったじゃないですか。はい。あれがもう恐怖ですよね。春に雪が降るなんてこと普通ありえますか？桜が満開の時にね。はい、もうそれで、こんなことってあるんだと思いまして。もう春夏秋冬じゃないんですよね。もうないですよね。うん。もう、だからもう、春がなくなるんじゃないかとか。例えば今年の夏、すごく暑かったですよね。そうですね。最近どんどんもう40度が当たり前みたいになってきていて、はい、私が小さい頃は31度とかで、ああ、暑いって感じだったんだよ。うん、ねえ、もう今は40度、40度。そもそも気温っていうのは人間の体温を超えたら危ないって言われてるんですよ。で、例えばうちの平熱は36度なんですけど、それを優に超える40度が来てしまっては、人間住めるのかなとか、あと人間をもっと小さい鳥たちが熱中症になってしまわないかとかも心配ですね。ああ、動物たちの熱中症。人間たちはエアコンに中にいればいいんだけど、動物たち、外にいる子たちはどうなってるの？いやー、もうそれは木陰とかにいるんですけど、もちろん暑いでしょうね。だからよく民家の近くにとか来たりとかするんですけど、猫とかはクーラーとかの場所を見つけているじゃないですか。鳥は警戒してこない子もいるので、そういう子たちがもう水分がとにかく摂取できるように、もう台風とかが来ないようにいつも祈っています。そうですね。今年も台風の被害が広がっていましたけれども、そういった変化が被害が最小限であるといいですね。はい。特に今年は九州がもうすごいダメージといいますか、もう台風の通り道になってしまったので、特に心配ですね。ありました。あと放送の方が5分ほどとなっています。アイシャさんの方から視聴者の皆さんにこれをちょっと伝えたいっていうことありますか？はい、さっきまで結構重々しい話をしていたんですが、うん、まずは自然を守るには動物を好きになってものが一番だと思います。自分の大切なものを守るために地球を守ろうっていう考えになるので、まずは動物がちょっと苦手だなっていう人とか、鳥とかも表情とかないと思ってたとか、猫とかの方がいいよって言ってる方も、ぜひ、野生動物を好きになっていただきたいです。野生動物って普段、なかなか、こう、接する機会がないっていう方もいると思うんですが、アイシャさんは動物園の写真も撮ってましたが、動物園に行きながら動物が好きになるとかでもいいんですか？はい、もちろんです。動物園では日本だけじゃなくて、
いろんな国の動物たちがいるので、その中にももちろん絶滅危惧種とかもいますし、その動物たちを好きになってもらうこともまずは第一歩だと思っています。その動物園の動物をいい感じに撮るコツとかあるんですか？いい感じに撮るコツっていうのは何個かあるんですけど、その中でも人工物を映さないっていうのが結構大きいですね。檻とかがあって、やはりどうしても人工物って映ってしまうじゃないですか。だから檻をなるべく映さずに上から撮るとか、で、あと背景も重要ですね。背景はフェンスとかにしちゃうんじゃなくて、ちょっと緑が含まれてるとか、で、あと他の動物が映ってるとか、そういう人工物を見せずに、なんでしょう、やはり檻とかが映ると窮屈な感じになってしまうんですよ。開放感のある写真を撮るようにいつも私は気にかけてますね。なんかあくびしてる虎の写真みたいなのありますかね。あれは私の近くの動物園にあるアルチョムっていう鳥、虎のアルチョムって名前の虎なんですけど、その子とってもマイペースなんですよね。普段ずーっと寝てるっていう。でも牙はほんと鋭くて、あくびをした瞬間をずーっと狙っていたんですよ。で、あくびした瞬間に激写して、普段動物たちがもう眠たそうにしてる写真も可愛くていいんですけど、迫力のある写真を撮りたければあくびをする瞬間を狙うとか、そうやって工夫も必要ですね。なるほど。アイシャさんのおすすめの動物園、このラジオ放送は多摩地域の方が多く聞いてるんですけれども、多摩地域でおすすめの動物園ありますか？やはり多摩動物園が近くにあるんですけど、そこはユキヒョウとかで、あとさっき言ったトラのアルチョムとかで、いろんな鳥、例えばミーアキャットとかもたくさんの動物がいるので、そこはおすすめですね。なるほど。多摩動物園ですね。ぜひ皆様も多摩動物園足を運んでみてください。では、そろそろ放送の方が、終わりの時間になりました。今後のアイシャさんの告知とかあるんですか？今後の告知は、私今、なんと新しいポストカードを作ったんですよね。おお。はい。今回は、なんとバリエーションを増やし、東京の身近な自然シリーズと、シマエナガっていう北海道にしかいない固有種がいるんですけど、のシマエナガシリーズを作りましたね。2種類あるんですね。はい、前回は1種類しか作らなかったので、今回3段目ということになりまして、色もまたカラフルに新しく作ったので、ぜひそこら辺見ていただけると嬉しいです。はい、皆様ぜひアイシャさんのこの、ポストカードシリーズ、こちらにホームページがございまして、この配信のページの上にありますアドレスをクリックしていただきますとお買い求めいただけます。アイシャフォトグラフィーからも、探っていけますので、それぞれ10枚セットで1000円ということで販売しております。はい、ぜひ私これのお金が取材費とかにもなったりするのでお願いいたします。そうですね、これからアイシャさんいろいろ日本もそして世界も撮影を続けていくと思いますので、こういったポストカードご購入をいただきまして、ぜひ活動を応援よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。本日は最後までお聞きいただきまして誠にありがとうございました。今回のゲスト、中学生動物写真家アイシャさんの写真を、ご覧いただける展覧会ご紹介します。グランド日光東京台場、ギャラリー21で開催されます。10月30日から11月3日まで、11時から18時まで開催されます、展覧会にてアイシャさんの作品がご覧いただけます。ちなみに、私増山玲奈の、絵画もこちらでご覧いただけます。また日野の、豊田駅の、徒歩、3分ほどにあります豊田市民ギャラリーで増山玲奈が個展を開催します。10月20日から25日まで、午後3時から午後8時まで開催いたします。この中でもアイシャさんの
写真プリント展示されておりますので、入場は無料となっております。ぜひ皆様ご来場ください。最後までお聞きいただきましてありがとうございました。またお会いしましょう。この放送は株式会社 KYI マッキーリズム様の提供でお送りいたしました。